さあ、有吉のサンデーナイトドリーマー、私が有吉弘行でございます。2023年12月17日の日曜日、生放送でございます。もう年末差し迫ってまいりましたね。どうも来週とかね、次の週、もう今年いっぱいちょっとネタのもう読まないかな、ネタ通常回はないかもしれない。今日が通常回的には最後かもしれないんで、なるほど、今日はじゃんじゃん読んでいきましょうかね。はい、ちょっとね、だからしょうもない会話してる場合じゃないんですけどね。はい、まあ一応ね、はい、最初あれなんであれですけども、なんか那須中西のね、中西くんじゃなくて那須くんがね、脳梗塞になったりとか ね、ちょうど仕事しててね、那須くんが休みだって話で、中西くんだけでちょっと話聞いたりしてるんですよ。そういう事情があるんですっていう。大変だよね、なかなか。注意してほしいです。みんなおじさんだからね、やっぱりね。だからいろいろ体調壊すことが、ですしね。和牛も解散ですか、この辺の12月ぐらいはもう、ちょうど、キリがいいから、解散もね、なんか出てくるよね。こう、まあ、どうせするならね、もう年末だからっていうことで。賞レース終わってとか、ね。終わったしね、そういうのもあるけど、そういうのは置いてくる。まあ、和牛なんかまた、再結成しても全然大丈夫だから、でしょうね。まあ、ちょっと休んでっていう感じでしょうか。まあ、事情がよくわからない、ね。確かに。俺らもね。大谷翔平の愛犬はデコピンということ、今日でタイガー、どうする家康が、微笑みながら最終回を迎える。残念ながら、またまた、このラジオが、ね、この視聴率戦争を、また私たちが勝ち抜いてしまいましたけど、どうする家康というよりかは、どうした家康と、いったところでしょうかね。ズバリ言ったみたいな感じが、ズバリ言ってやりましたみたいな感じがね、勝たないのか家康、ね、奮起しないのか家康、ここまで言われて、いや、まあ、残念ながら終わるという、はい、もうそうですね、もう来年からは、吉高由里子さんですか、の、送る言葉ということでね。武田鉄矢さんの生涯を。光る君へって書いてありますけど。武田鉄矢さんの生涯をやるんじゃないですか、ね。吉高さんが吉高さんが意外なキャスティングですね。工藤官九郎さん、脚本で送る言葉で、武田鉄矢さんの生涯をね、生涯を演じますけどもね。吉高さんがやる。ねえ、なかなか楽しみでございます、ね。めちゃくちゃ面白そうですけど。面白そう。めちゃめちゃ面白そうですよね。あとはどうですかね。あ、紅白ね。紅白、またこれも、もう本当に、視聴者の皆さんね。視聴者の皆さん、リスナーの皆さんと同じタイミングでこのニュースを知りました。はい、紅白歌合戦にポケットビスケッツとブラックビスケッツが出場。知らなかったんですか？私の敬愛するうっちゃんなんちゃんさんが、紅白に出ることになりましたけども、これもネットニュースで知りました。そうなんだ。あの人も出んのよ。誰ですか？チャチャララチャチャチャ。それはもしかしてニュース？チャチャラララチャチャ。え？チャチャチャ。出る。顔のシミなど私は気にしない。やめろよそんなこと言うの、はい、ご本人来るんだろ、ご本人来るのにそんなこと言うなよ。え、出られるんですか、出るんですか。前髪短くていい。言うなってそれ、ご本人と絡むんでしょ。So much stress. With our variety program. さあ、こんばんは。太田プロの真珠、広島が生んだ怪談師、軍人ロックスター、第74回 NHK 紅白歌合戦司会、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー。今月のアシスタントこちら、はい、デンジラス安田です。お願いします。どうぞよろしくお願いします。すごいね、寺脇さんですよ。僕知らなかったですよね。まあでも寺脇さんが どの歌を歌ってくれるかっていうのはまだ発表がなかったですよ。ああ、なるほどなるほど。あの雲に任せて遥かな
さすらいはずむ川口なんとか法律 CM でやってるやつね、法律相談所以前あの紅白の時山本が歌いましたよね、はい、そうですね、山本が歌いましたけど、それかもしれませんし、はい、あっちかもしれませんし、まあ うん、そうなんですかね、どうなんでしょうね、あの雲に任せて歌い始めたらそっちかいって俺突っ込むわ、言います、任せて、これだけは、これだけは任せて、わかりました、それ楽しみにしてます、これだけは頼り準備にしといて、そっちこれはリスナーにだけ と、はい、とっておきの秘密、はいはい、リスナーと私の紅白歌合戦の、はい、あの内緒の秘密、内緒の秘密、ね、もし寺尾明さんが、はい、この雲に任せてっつったらそっちかいって突っ込んで止めますんで、はい、本当ですか、これはちょっと楽しみですね、そっち歌ってほしくなってるじゃん、もうその機会見たくなっちゃって、それは見たくてしょうがないですけど、有吉エッグサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。さあ有吉弘行サンデーナイトドリームアシスタントは、はい、デンジラス安田です、お願いします。今日はもう紅白の話とかしててこう浮かれてるけどね、はい、また今日もふんどし締め直したっていうか、うん、ちょっと自意識過剰だったなっていうことで顔真っ赤になりましたけどもね、うん、今日パン屋さん行ったらね、パン屋さんのおばさんにね、うん、有吉さんは年末はいつまで仕事って言われてあの年末31までですね、あそうなんだ、あまたパン買いに来てよ、じゃあ31もって言われましたね、反省しましたね、そうですか、猛烈に自分を戒めました、ね、もっと宣伝しなきゃダメだそうです、ね、確かにね、もっと私は紅白の司会をやるんだっていうことを、はい、一般的にこう広めてアナウンスしていかなきゃいけないなと思いました、パン屋のおばさんが朝年末いつまで仕事するのっていうまあ生そんなことを言って、はい、生放送メール募集いたしましょう。今月あ今日、はい、12月17日はライト兄弟が初めて空を飛んだということで飛行機の日、それにちなんだメールでもこちら飛行機の話、まあ、飛行機さえなければねもっと世の中は戦争が少なかったかもしれませんけどね。まあ便利な方で考えましょうよ。便利な方で。そんなネガティブな。こんな飛行機に乗った、空港で働いている、はい、航空ショーを見に行ったことがある、うん、航空マニアだ、うん、飛行機の映画ドラマ、飛行機にまつわることであれば OK です。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールホームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。竹山がね、あの飛行機好きなんだよ。ああ竹山さんが竹山好きだから、ほう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 、ちょっとメール送ってきてくれたら嬉しいけどね、まあ、聞いてないな竹山好きだっちゃう、まあ、情報が行くんじゃないですか、なんか何らかの SNS で竹山さん呼びかけてますよみたいな感じで、ないっす、ないっす、竹山政治の仕事してるでしょ、もう分かりません、分かりませんけどね、番組からお知らせございます、はい、来週が年内生放送は最後です、ほう、年忘れ大食いバトル開催いたします。芸人界一の大食い王を、フードファイトで決定いたします。まあ太田プロ大食いバトルと言ってもいいですけどね、大食いバトル、はい、大食いバトルやります、はいはい、これが生放送で大食いバトルやります。おお、なるほど、もうバケツにゲロを吐く音とかね生放送でその場でもうお腹を壊してクソを漏らすやつの生音が聞けるかもしれませんけれどもクリスマスイブじゃなかったでしたっけ、でね12月31日、はい、12月31日といえば当然私の、ね、はい、第74回 NHK 紅白歌合戦、はい、絶賛生放送中、そうですよね、でございますが、はい、各方面調整中ということで、お
まだよく分かりませんので、あらまだ決まってない、来週発表と。あら、まあでも生じゃないです当然。生ではない。なぜなら私は、はい、第74回 NHK 紅白歌合戦の生放送を行っているからですね、はい、袖でこう聞くみたいな、そういうことはない。そうないですね、ないですね、生電話もありません。生電話もない。集中してますんで。そうですよね当然。ということで、ネタメールができませんので、はい、職人の皆さんは年末年始はちょっとゆったり聞いて、うん、まあ、酒飲みながら半分寝た状態で聞いてください。苦情は受け付けません。そうですね、このラジオのね、はい、前にね、うん、有料のインスタやってます私。あ、50円、月50円のインスタのサブスクやってるんですけど、はいはいはい、そこで、ラジオの前にね、うん、ちょっとインスタライブやったんですよ、はいはい、そしたらね、うん、インスタライブで月50円払ってる人なんてさ、うん、まあ、俺のファンの人だと思うじゃない。まあまあまあ、さあさ、うん、にわかおつって言われて、うん、いや競馬情報やりますよ今日は、つって。あ、競馬といえばソダシですね、ソダシ、あ、知ってるよ引退したことが、ソダシですね、うん、つって言ったらさ、ソダシ引退してるし、うん、にわかおつって。どういうことなの。まあ、まあ、いまだにいんの、そんなこと言うやつ。そういう人もいるんじゃないですか。50円払って悪口言いたい。にわかおつって言ってるやつの顔見てみたいよね。そうですか。で俺思いっきり言ってやるよ、はい、人生をつ。やめてよやめてよ。揉めないでよ。人生をつですって言ってやります。本当にね、それの顔見て言わないでよ。終わってますからねそんなやつ。あ、そうですか。マジで終わってるでしょ。あ、まあまあ、マジで終わってるでしょ、うん、サブスクの50円の有料のサブスク入っておいてさ、はい、俺がライブやってるのわざわざ参加してさ、はい、にわかおつって。いや、何回言ってんだろ。めっちゃつまんねえ。俺こんなやつがサブスク会員にいるのかなと思ったらさ、もうやめたくなったわ。そうですか、うん、まあそんなことはどうでもいい、はい、そうです。どんな、そんなことどうでもいい話しかありませんので、すいませんが。はい、ということなんで、うん、まあ聞いてください。来週は生放送、はい、で31日は未定。未定なの。まだ未定なんですね。うん、はい、ですね。ね、あとはどうですか。先週はフワちゃんが来てくれましたか。フワがね、はい、来てくれましたね、生放送はね。今年の漢字、今年の世相を表す漢字は税でしたね、はい、税でした。安田さん的にはどうですか。やっぱり税じゃない、品ですね、品。いや、まあ、多分そういう風になるなと思いました。品ね、はい、ございますね。まあ、まあ、毎年ですけどね。まあ、毎年ですよね、はい、しかしこの前ちょっとね、番組内でもちょっと一つあれしたんですけど、有吉ベース、ほうほうほう、有吉ベースもう年末で忙しいんでね、この間年始も私も少しは休み取りたいんで、はいはい、あの3本撮りこの間、そうでしたね、3本撮りしましたけど、はい、もうクタクタ。そうでしたね。ちょっとね。俺はさんがさ、はい、まああの番組結構その あれと結構一緒に被ってんだよね、スタジオがね、フジテレビで撮ったりしてるんで、はいはいはい、ネタパレ、ネタパレとナンバルさんがやってるネタパレとかに、はい、と収録が大体一緒の日にやってるから、はい、ネタパレに出たやつが、はい、ついでに有吉ベースに出てくれることが多いんで、アルコ&ピースとか、はいはい、ね、はい、だからある子なんかもたまに、だからネタパレのついでだから出ろって言われて、収録ライマーね、だから出てんだけど、うんうん、この前タイムマシン3号、タイムマシン3号はさ、ネタパレあるないにもかかわらず、はい、ただ有吉ベースのために呼ばれてることが多いんだけど、多いですね。ラビット終わって、はい、だいぶ空いて、はい、有吉ベースに参加して、はい、でまたラジオ行くみたいな、結構忙しいんだけど、はいはい、ごめんさ、タイムマシン3号の2人がさ、はい、フルチンでさもうフルチンでさ、はい、太田プロのさ、はい、まだ名前も知られてないような若手と一緒にさ、はい、フルチンで、はい、
賃隠しとかやってんだよ、はい、やってますね、ね毎年恒例ですからチンコが映ったらもう罰金みたいな、はいはいはい、でチンコを映さずにいかにいろんな芸をするかっていうね、はいはい、あのもう堤防して、はい、毛が映っちゃうとダメなんで、そうですね、チンチンだけ映らないようにするためにもう毛も剃って、はい、パイパンにして、はい、この年末の忙しい時にフルチンで、はいはい、ちょっとさ寒いリハーサルスタジオでさ、ね、ちょっとねやってんの、はい、でさ、はい、お前らいつまでやってんだって言ったらさこっちのセリフですもう勘弁してくださいもう勘弁してくださいって言ってさ、はい、言われたからさ俺はもう言ったのよ、はい、タイムマシーン3号が、はい、もうやめたいと思った時に、はい、有吉ベース終わろうってだから、ね、タイムマシーン3号がもう、はい、僕らやめたいですって言ったら、はい、あの有吉ベースは、うんちょっとすいませんがやめさせてくださいってちょっとあのお願いしようと思ってああなるほど ね、はい、後輩たちはやめないでくださいよって言ってましたけどね若手はね若手は言って絶対にやめないでくださいよって言ってましたやっぱりさやっぱりタイムマシーン3号と俺がもうやっぱり気力がないよね、はいはい、だからタイムマシーン3号にまたお願いするかもしれません、はい、そろそろやめてくれないか面白かったですね、はい、あとメールありますかね、はい、今日はメール、ね、ラジオネーム赤い月 FM 栃木武田鉄矢さんの生涯を追った大河ドラマ送る言葉ですがまだ発表になっていない海援隊のメンバー役は広瀬アリスさんと本田翼さんがいいなと思っています武田そうかでも武田が吉高由里子さんですね。ですからね。そうなるとまあとなると広瀬アリスさんと本田翼さんでまあいいかもね。まあバランス的にはそうなるんじゃないですか。だから吉高でもさ吉高さん武田鉄矢っていうのなんか結構無理ない？それ言い出したらあなたでしょ。最初にまず無理はあるよそれは。でも CG でね CG で武田風にすりゃいいよね。そう吉高さんをね。なんであんな顔ちっちゃい人を顔でかくするの CG で顔でかくしてちょっと常人離れしたじゃあ違う人やればいいんじゃない体型 CG 使うなら体型はああだから体型もちょっとねああしなきゃ腕短くしてだからそれ違う人がやればいいんじゃないだったらそういう感じの人で楽しみだよねだからねああラジオネーム群馬のダモ福島 FM 僕は武田鉄矢を演じる吉高由里子さんには毎日8時間このバカチンガを練習し毎日6時間は土手を歩いてキョロキョロしてほしいですそれもだってそれあれじゃん金八やまあそうですね金八をやるわけじゃないからねそう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 武田鉄矢さんの生涯をやるんだからまあ、福岡でとかそういうことでしょ、まあ、福岡でのあれになるとねあのあれになるじゃん哲也、うん、の上京してから母に捧げるバラードみたいなやつあもっとあの東京来てから東京でブイブイ言わせる武田鉄矢をやっていきますんで海援隊からってことですか海援隊じゃないの、うん、俳優になってから俳優になってから、ね、なってから、はい、おだからドン兵衛の CM のワンシーンがあったりさまあ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 ドンベじゃないっけあれマルちゃんどあマルちゃんですねあマルちゃんですマルちゃんっていうのを練習してる武田とか、まあ、マルちゃんマルちゃんそこはあんまりそこに桃井かおりさんが来てさ、はい、もっと力入れた方がいいんじゃないみたいな幸せマルちゃん幸せの黄色いハンカチの撮影の合間にやった、うん、高倉健さんが、はい、武田お前もっと仕組みやらないとダメだぞみたいなはいマルチョ映画の方見たいよ映画の裏側見たい Stay Night Dreamer Live On Air Radio City Sunday Night Dreamer
さあ、メール来てますけども、ラジオネーム黒羊 FM 群馬、有吉さん、紅白裏トークチャンネルの担当がパンサーに決まりましたけども、これもネットニュースで知ったんですか？いや、もちろんですよ。なんか俺がこの黒羊より先に知ってる情報なんてないよ。そうですか。そうなんだ。全くないですよ。そうなんだ。全く一緒ですよ。はい。あとだ、去年は何あれだったんだよね。チョコプラがやってたんだよね。ですかね。ね、そうですね。俺あんまよく知らないんだけど。はいはいはい。まあ所詮裏トークなんで、俺知らん、知ったこっちゃない。やっぱ俺表なんだね。まあそう、まあそう言われたらね。表トークは私やりますんで ね、 そうそうね。裏トークなんてもう知りませんよ。まあ、まあそういうのを楽しみにしてる人もいるっていう。副音声で野球のね、あるタレントが喋ってる方聞かないですから俺。やっぱりプロの解説の方聞きますから。やっぱり江川と掛布の解説聞きたいですから。あ、まあまあそっちの、ね、はい、専門裏のなんかもう、はい、なんかね、巨人ファンのタレント、はい、大きいビビる大きいの。いや、まあまあ聞かないでしょ。そこでももしかしたらね、裏ネタみたいなのがあるのかもしれない。だから私は絶対にこれ見、ま、聞かない、副音声で聞かないですから。裏トークチャンネルって、それやってるから聞きますよ。表で聞いてもらわないと。まあそうですね、負けてらんないですからね。まあ、裏トークに、まあそれは大丈夫、大体の人は表見てますから大丈夫。そうですか、はい、大丈夫です。安心しました。はいはい、大丈夫です。安心しないで大丈夫です。安心していただいて。ラジオネームちゃんこうて FM 栃木、自分が NHK のプロデューサーなら安田の半生を描いた大河ドラマ、ね、すいませんこれもう廃棄ですよね、もらっていいですかをやりたいです。失礼だね。失礼だよ ね、 ね、失礼な話。本当だよ。本当 に、 本当に言わないよね。言いません。言うと角が立つもんね。角が立つ。スッと持って帰るね、空気読んで。いや廃棄だなという。読まねえよそんなの。バイトの人も言えないもんね、店長。言わねえ、言わねえし。フランチャイズなんでちょっと決まってるんだけどな。まあ、いいか、盗んだってことです。盗んでねえし、やらねえよ。ラジオネームちゃんこうて、うん、栃木、安田。安田さんだよ。シミだらけの汚い顔面、腐った内臓、もはや死体落つ。募集してないの。飛行機の話でと。飛行機の話が一切出てきてないだろ。飛行機の最初のスピードで気絶しておしっこ漏らす安田さんですけれどもね。いや、しませんよ。自覚知りません、そんなのし。やりませんし。漏らしませんし。ラジオ少年 S。はい。F 長野。以前、羽田空港から広島空港へ帰宅した際、広島空港が天候不良で着陸できず、福岡空港へ着陸したことがあります。飛行機会社の方が、博多駅から広島駅までの新幹線の切符をくれ、帰ることができました。よくある話、あんま言わないでほしい。なんでだよ。よくはないよ。まあ、でも広島空港とかさ、はい、は結構山の上にあるからさ、霧がよく出てね、はい、よく多いんだって、はいはいはい、こういう天候不良。この前も愛媛行った時もね、うん、俺ら3時間遅れて、うん、で次のディレクターたちが帰る便も遅れて、うん、その次の日のカメラマンさんとか技術さんが帰る飛行機も遅れた。あ、そうなんですか。いや結構飛行機って遅れるところは遅れて、うん、場所によってね、うん、そうですね、あれね、はい、で1個遅れるともうずっと遅れるからね。その飛行機で行って帰って行って帰ってしてるから、うん、その飛行機が遅れちゃうと、うん、もう取り返しようがないんだよね、あれね、うん、もう1日中遅れますからね、うん、まあでもいいんじゃない。はから、まあでも嫌だろうな、なんか本当に用事があった時に。まあそうですね、戻っちゃうと ね、確かにね、うん、福岡行ったんだから福岡で楽しめばいいじゃんなんていうバカいるでしょうね、でもね。まあ、そういうわけにいかないんだよバカがよ。オツだな、オツ。誰も言って使ってんじゃねえかオツって。曲じゃあ曲いきましょう。曲いきたいと思います。ストップリで好き好き星人。さあ有吉由紀サンデーナイトドリーマー、東京半蔵門から生放送でお送りをしております。はい、今月のアシスタントはデンジラス安田です。続いてはこの1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。まずはこちらのニュースから。スパイダーマン俳優水は無料と5年勘違い。
スパイダーマンシリーズなどで知られる俳優のトム・ホランドが水道は無料だと勘違いし5年間水道料金を払っていなかったことを明かしました。俳優活動から1年の休みを取ったことで水道料を支払わなければならないことに気づいたそうです。ということ。そうなの、バカじゃないの担当直入もうそれしかないないですけどね、うん、そうなんですけどね、うん、はい、はい、じゃあ次ですね、続いてのニュースはこちらです。新紙幣来年7月3日発行。そうなんだ、いる、はい、新紙幣の発行開始日を2024年7月3日に決定したことが発表されました。いるかね紙幣の刷新は2004年以来20年ぶり、うん、新紙幣の肖像は1枚札に渋沢栄一、うん、5000円札に津田梅子、1000円札に北里柴三郎、武田哲也じゃない、じゃないんですね、北里柴三郎が採用されております、うん、傾けると肖像が立体的に武田哲也に見えるという傾けると肖像が武田哲也に見える 3D ホログラム、立体的に動いて見える 3D ホログラムなど、世界初の偽造防止技術を取り入れていますという。武田哲也が、それは偽札ですねそしたらね、哲也になると偽札ですから気をつけましょう。武田哲也、さだまさし、南こうせつ、新紙幣何ですか、フォークシンガー、フォークの神様たちそうではございません、ないんですね、はい、違います。まだまだじゃあ紙幣は使うんだね、うん、そうですね、使わなきゃいけないね、はい、なんかもうだいぶね使わなくなってきて、なってきてますね、はい、なんかあれですよね、二千円札なんてもうマジで見ないね。そうですね、なんかこの前自動販売機の食券のさ、はい、やつで1000円札 OK、うん、2000円札 OK っていうだけの券売機あってさ、いや5000円だろせめてと思ったけど、1000円 OK、 5000円 OK、 1万円ダメは分かる、2000円札ダメは分かる、1000円 OK、 2000円札 OK、 5000円ダメって、2000円誰が使うんだよって、どこ行ったの2000円札、2000円札はだってね刷新されませんからね、ね、そうだよね、なかなかあれですよね、2000円札は誰だっけ、あれ具志堅さんか、違いますね、違う誰かは分からないですけど、あ紫式部じゃなかった、はい、紫式部でしたっけ、違った、首里城がね、裏に首里城あって、ああそうなんですか、じゃあ誰だっけな、沖縄の、宮城さんだっけな、宮城さんか、あそうですか、空手違うでしょ、絶対違うでしょ、一回だって首里城っていうから、そうでしょ、紫式部でしょ、紫式部、そうですよ、紫式部ですよ、そうですか、だからいつなくなるんだろうね本当にね、だってなんか銀行とかもさ、はい、なんか振り込みとか行ったらさ、はい、結構並んでてさ、どれぐらいかかりますかねとか言ったらさ、いやあれありますよみたいに言われるもんね、あのアプリありますね、来るなって、案に来るなみたいな顔されるもんね、そんな感じは、はい、あります、ね、お前ジジイババアならいいけど、お前ぐらいの年やれよアプリみたいな顔で見られてさ、すいませんみたいな、そんな顔されてんの、そんな顔されてんのって言ってやるけどね、本当にこう向こうもキョトンでしょうけどねって言ってやりますよ、カスガじゃねえ、カスガでトゥースも突っ込まれた、浮世離れした人間の真似してね、はい、こっちもそう、はい、対抗してやりますよ、もうアプリもありますよ、あの窓口来なくてもいい、窓口の方がね手数料も高いですからね、へえ、いやカスガじゃねえかそれだからスネイナイトドリーマーライブオンエア、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.にわかオツなんてさ、バカ言ってんのかよ、いや、 やっぱり10代とか20代の子はもう多分使わないじゃない、ほうほうほう、ね、ほう、でだからおそらく40代とかじゃん、あまあまあそうなんじゃないですか、40代の人がさ、うん、にわかオツってさ書き込んでくるってさ、はい、どういう人生送ってたのかっていつも悲しくなるね、
分かりませんけども、ね、まあ、ちょっと軽はずみに変えちゃったんじゃないですか、きっと。いや、軽はずみにそれが出るのってかさ、社会生活心配だよ。不安じゃん。大丈夫かな、まあ、周りの人とうまくやれてんのかな。まあね、そうかもしれないですけど、はい、悲しいなと思って、カウンセリング受けさせてやろうかな。なんとか話し合いの場持ってやろうかなと思うんだよ、そういうやついると。いつも今頃なんか何らかの方法で謝罪の来てるんじゃない。いや、謝罪じゃない、これはもう怒りに打ち震えて、もうなんていうの、テロリストになるよね、こういうやつは。だから私のことをすごく憎むやつになる。そうなんですか。それはそうでしょう。あ、じゃあもうね、それはしょうがない、そういうやつは。気をつけていただいて、はい、そういうやつをよう優しくする気もないし、やっぱり。まあ、そうなんですね。にわかをつって言って。一番使ってんだけどね。ニュースはもう終わりで。はい、終わりですね。はい、メールですけどもね。はい、ラジオネーム論より将軍の大ライス FM 長野、はい、安田の生涯を描いた大河ドラマ、ね、ほうれん草畑は安田がほうれん草を盗んで脳天をぶちのめされるシーンから始まりますか。それで死んじゃうっていう、ね、死んで終わっちゃうじゃないですか。死んで回想 していく。ああ、そういうパターンはあるけれども、うん、サトウキ畑みたいな。ほうれん草を盗んで脳天をクワで打ち抜かれて死ぬっていうのが最後。もう他殺じゃねえか。そっからキャーって戻って、あの安田の少年期を描く。古いなんで、なんか回想の仕方が。でラストはもうそのまんま、また脳天クワで割られて死ぬで終わり。いや、面白くないよそんなの全然。何にも視聴率はね、はい、空前の 0%。 じゃあ見ねえんじゃねえか。やらない、やるなそんなの。ラジオ黒羊、はい、安田さんだよ。安田おつお前いかがにしろお前。ラジオネーム白い怪盗 FM 岩手、はい、みんな昔、うん、ブラジル旅行に行った際、はい、成田、うん、ニューヨーク、うん、マイアミ経由で行ったんですが、ニューヨークは豪雪で2時間待機、マイアミでは30度で2時間待機となり、寒暖差で数日間寝込んだことがあります。便利ですがめちゃめちゃ辛かったです。そうか、アメリカ広いね、大変だね。ブラジル旅行プライベートでこう行くじゃん、はいはいはい、人いるじゃん。俺らさ、はいはい、なんかロケの仕事で、まあ、行きたくはないけど、はい、ね、はい、まあでもいい経験させてもらってるなっていうこと多いけど、うん、こうプライベートで行く人って相当好きじゃないといけないでしょ。そうだと思いますよね。ハワイとかね、そのタイだ韓国だ、 ああいう近場の観光地はまあよくわかるけど、観光でさブラジル行くってさ、なかなかね、すごいなと思うね。楽しいだろうけどね、怖いよな。でもな、なんか変なドキュメンタリーばっかり見てるから妙に怖くなっちゃったね。メキシコとかね、ブラジルとか ね、 イメージでね、南米の方ね、いけないよねなかなかね、ということでしょうかね、はい、メール行きましょうかね、はい、お願いします。町の賢者、はい、あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらってます。ラジオネーム決め玉ポロリ FM 三重、週刊女性プライムにてデュエットしたくない有名人ランキングが発表されていました。以下ランキングと理由。10位宮根誠司、偉そうな態度、最終的に無視されそう。で出てきたんだよそんなのが。9位梅沢富美男、口説かれそう。同率6位 DJ コー、テンションについていけない。泉谷茂、偉そうな態度が苦手。ルー大柴、ルー語で歌ってきそう。5位坂上忍、立ち位置とかマイクの場所とかにうるさそう。4位岸田文雄、盛り上がらなさそう。3位武田鉄矢、説教されそう。2位ビートたけし、つまんないギャグを言ってふざけそう。1位川村隆、デュエットなのに自分ばっかり目立つように歌いそう。いや、圧倒的1位武田鉄矢だろう。理由、金髪の頃から嫌いだった。挑発うざい、送る言葉しか歌わなさそう。そんなことね、挑発うざい、菅田将暉とキャラ被ってると思ってそう。挑発うざい、人間かどうかわからない。挑発うざい、絶対に武田だろう。あとえなりはピンコもついてきそう。
ピンコが意味も分からず切れてきそう。渡る世間鬼ばかりでしかピンコを見たことがない。歌関係なくなった。今すぐ記事直してこいっていうか、このランキングひどすぎる。すごいですね。ひどすぎますね。でさ、はい、答えてるのもさ、はい、完全に50代の女性じゃん。そうですね、だもんね。50代の女性がさ、はい、デュエットしたくない有名人ランキングのアンケートにチェックつけてるの異常だよね。そうですね、確かにね。女性、週刊女性プライムから来たアンケート用紙に答えてるやつ異常だろ。どう考えても。で、1、川村隆史。あげときます。はい、パン。ラジオネームパンチドランカー、斎藤、うん、FM 仙台。トースポウェブの記事にこんなニュースが掲載されていました。ライオンと、ヒョウに襲われながらも生還した人類最強の女、松島智子が主演の劇場映画松島智子サメ遊戯の制作配給が決定。制作支援者を募集するクラウドファンディングを展開中。メガホンを取る川崎監督は、今まで撮らなかったサメ映画の一大ジャンルに殴り込みをかけるべく張り切っています。タイトルはブルース・リーの死亡遊戯に倣ってつけました。あっと驚くキャストにもご期待、どうぞご支援のほどよろしくお願いしますとアピール。出演は加山雄三のモノマネ芸人雄三、岩井志麻子、岩井ジョニオ、日本サメ映画学会会員の声優の戸松遥、コスプレイヤー和子チロル、その他超大物の出演が決定しており映画公開前に発表。2024年1月末までクラウドファンディングを行い、2月から4月まで撮影、6月本編完成、25年の4月劇場公開予定とのこと。監督、自分にサメ役やらせてください。自分道徳を習ってないので老人の首に躊躇なく噛みつけます。ライオンヒョウの次はもう自分しかいません。監督の指示であれば不死身の松島の首噛みちぎるつもりです。敵の俺の役者人生全て監督に委ねるので、ぜひ前向き ご検討よろしくお願いします。もうさ、ここのパンチドランカーサイトのもうこのコメントなんてさ、飛んじゃうじゃん。もうその映画のもう実話がもうむちゃくちゃすぎて、もうこれもうその発表その文面だけで十分だよ。何なんだよこれ。やめろよこんなの。やめろよ。あげます。パン。ラジオネームイーグル、 FM 福岡。俳優の市原隼人が日本中小企業大賞の授賞式に登場。自身の1年を振り返りつつ熱い眼差しでこう語った。私は生涯未完成であり、日々を通過点とすることが目標です。現在は歌舞伎の世界に弟子入りしまして、稽古ごとに毎日埋没しながら毎日心を折られています。ですがいろいろなことに挑戦しながら自分を試すことを繰り返していく。おい市原、俺は今感動してるよ。初めてお前の言葉が心に染み渡った気がする。生涯未完成、まさに俺の人生を象徴するような言葉じゃないか。33歳の時に実家で生涯を終えようと決意し、料理洗濯掃除全部母親に押し付けると誓った。親より先に死ねたら本望であると。自分で稼いだ金はファンザ、風俗、テンガ、タバコ、宝くじに全ベッド。身につく機会がないもんだから恋愛スキルも皆無。クリスマスはもちろん一人だが心配無用。365日孤独な俺がクリスマスだけ寂しいなんて都合が良すぎるもんな。結婚も出世もしないから責任を知らない、責任を知らないから常に自己中心。なあ市原、こんな俺たちを完成しているなんていうやつがいたら一緒にぶん殴ってやろうぜ。市原って一緒じゃねえよ。
謙遜だから市原隼人は。ラジオネーム論より証拠の大来数 FM 長野。北海道を拠点に活動する4人組アイドルグループ刹那ミーティアがメンバーの高齢化に伴った体力の衰えを理由に解散することを発表しました。メンバーの年齢は24歳、30歳、33歳が2人で、平均年齢は30歳でした。これを受けて今年この番組でアシスタントを務めた15人の年齢調べてみました。30代牧野、落合、千葉、宮下、草薙。なんだよ。40代西堀、平子、酒井、山本、関、和賀、松崎、山野、石沢。多いな。50代、はい、安田。そりゃそうだ。最年少は草薙32、最年長は安田56、平均年齢は41.4。有吉さん、この番組高齢化進んで。そうですね。だから言ったんだから、全裸でフルチンでな、タイムマシン3号がやってるの見て、俺あまりに不憫で、はい、お前らにもうあとは任せたぞってもう言いましたんで、はい、お願いしますね。すごい面白かったですけどね、ラジオネーム、野生の豚骨ラーメン、うん、先週の放送でフワちゃんはヤフコメで嫌われていると言ったので、試しにサンドリ内で話していたフワちゃんが生放送でおしっこを漏らしたというトーク内容を記事にしているヤフーニュースのコメント欄を見たところ、このエピソードを面白い話だと本人が認識してそうなところにゾッとします。人に迷惑かけるし、何がしたいのこの人、目立ちたいだけ、個人的な感覚だがキャスティングできないなど、批判コメントがほぼ 100%。 いや、あまりの批判コメントの多さに私もついこの放送でフワちゃんは日本人が嫌いって言ってたよとコメントしてしまいました。やめろよお前は。たくさんの共感したボタンありがとう。ほんでもって、せめて放送を聞いた奴らの意見を聞いてみようと思い、違法アップロードされたサンドリのコメント欄を覗きに行ったところ、耳にキーンって響くからイラッとする、頑張って聞こうと思ったけどやっぱり生理的に無理でしたなど、一部で批判コメントが上がっており、私はそれを見てこう思いました。芸能人や CM に目くじら立てる人って、万引きした弁当に対してもまずいと店にクレームを入れるような人たちなんだな。ラジコ代も払えないような人が芸能人とかを批判してるんだなって。私に言わせてもらえば、礼儀知らず、やかましい、目障りって言葉は違法動画を見てネガティブなことばっか言ってるあなたたちのためにある言葉だと思います。不安の振り見て我が振り直す。以上です。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーム1時間経過というところですけども、ラジオネーム杉並のクレイジーボーイ、はい、FD 岩手、うん、有吉さん、この番組のリスナーにだけ教えられる紅白の演出はありますか？もし吉岡里帆のションベンを直飲みする演出があるなら録画するので、それがあるかないかだけでも教えてください。いや、まず吉岡里帆が出るかどうかさえ分かんないよ。お前らと一緒なんだから、情報の入るタイミングが。ションベン直飲みするっていう演出があるかどうかもう本番でしか分からない。ないよそんなの。ないないよそんなの。ない、あるわけないじゃん。いや、分かんない。それは俺にでも分かるよ。そう、ないの。でもタイミングは一緒だからね。俺も安田さんもその情報を入るタイミングが一緒だからね。なんかほっとしますちょっと。そうですか。はい、まあ何があるかねよくわかんないけど、まだだって今日だったでしょ、うち、ブラックビスケッツとポケットビスケッツが出るっていうの、俺朝起きて知ったんだもん。だって俺より先に入ってくるよ、そのインスタのサブスクの人たちが、まあ、有吉さん、ね、ポケビとブラッピー出ることになりましたねって、うん、みたいな。そっちでしょ、うん、ネタバレやめてよみたいな。ネタバレってネタバレじゃないですけど、ちょっとずつだから発表していくんですかね。そうやってね、だから僕らまだねリハーサルやってませんから、
合わないのよ本当に。もうあの人たち司会の人たちとも全然まだまだ、ね、全く全然もうだったって2週間ですよ、うん、もう2週間ですよ、はい、できるんですか私は。いやもうでもまあね黒柳さん出るでしょ。ああそうですか。ああ黒柳さん、言ってやろうと思ってるよ黒柳さん。いやそれはぜひもう本当に録画しますけど本当に鶴太郎さん呼んで鶴太郎さんを呼んで呼んでじゃあ鶴太郎さんお願いしますって。はい分かりました。黒柳さんマッチでーす。シーンでさあ続いての曲はこの後の聞ける方引き続き聞いてーす。さあ2023年12月17日日曜日時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様改めましてこんばんは。第74回 NHK 紅白歌合戦司会有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはデンジラス安田です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りをしておりますサンデーナイトドリンクでございます。はい、紅白はね近づいてまいりました。そうですね、もう本当に何としても体調を崩さないように、うんうん、本当にね、うん、あんまりね、うん、人混み避けたりねしたいところですけどもね、はいはいまあ、そうはいかないですよねなかなかね、まあ、仕事はどうしてもまだありますから、うんうん、そうですよね。まあでもなんかまだ実感が全く湧きませんね。あ司会というか司会紅白いや紅白が始まるぞっていうのがね。ああもう日にちを見たら12月17日だから、はい、ああもうすぐだなと思うけど、うん、まだそのなんかリハーサルもなければさ、うん、何にもないじゃない、うん、どんな服を着るかさえ知らないからさひょっとしたら鉄腕の友みたいなジャージ着せられるかもわからないね。それすらわかんないし、はい、っていうようなところでまだまだ実感が湧きませんけども、うん、まあ言っても本番来ますからね、やるしかないという感じですけども、はい、まあでまあ風邪ひいちゃいけないんで、あんまりこうどっか飲みに行ったりとかもしたくないんだけど、うん、ちょっと3日前ぐらいに仙台の方にちょっと前乗り仕事で前乗り前日泊まるような状況だったんで、うん、栄光加納栄光さんと吉村大先生とご飯食べまして、うんはいはいはい、加納のね、うん知ってるし、うん、よく使ってるって仙台のお店だったらね、うん、すごい加納がねもう加納がもうねその店入ったらねただいまーっていうねもうじゃあ常連なんだねもうね完全なあお父さんただいまーみたいな、おーよく来たねー俺そんな店ないからさあんな店作りたいけどさそうですよねちょっと恥ずかしいけど確かにいいよねいいもうさ栄光が言ってるから、うん、もう今日は9時で貸し切りしたっつって、うん、ああもうそういう店夜中2時とかまで3時とかまでやってる店がもう今日はもう加納君が言ってからもう9時から貸し切りっつって、うんうん、でもう栄光が言ったら何でもやってくれるの、うん、あれあるみたいな、うん、ないよねあれ鍋今日もう終わったみたいな、うん、いやいいよ加納君がいるならやるよほらすごいもう牛タンはもうないみたいな、うんうんまあ、じゃあもう加納君が言うならまあやろうか優しいのめっちゃ栄光が言ったら何でもやってくれるんだよ、ね、すごいよね、うん、いや俺そんな店ないじゃんいやわかんないじゃ あるのかないやないよないんですかだからさあそうあどうやって見つけるんだろうねやっぱりそれは相当こっちも、うんやっぱ好意を示さないとダメだよねもう本当にねで本当にだから常に行ってもう本当に家族みたいな付き合いをしていくしかないもんね、うん、そんな店ないよな、うん、人柄だろうなでもな、なんか申し訳ないなと思っちゃうもんねなんかもう1週間に3回も行ったら、うん変に思われるんじゃないかなとかさあまた来たよこいつ、まあ、と思われたりさまあまあそうですなんかねちょっと悪いかなと思うとまあじゃあ月1回ぐらいにするのが常識かなと思うとさ、はい、そうすると向こうもね、はいはいはい、
そんなに 深く付き合っていこうと思わないだろうし、うん、なかなか難しいよな。でもまあ仙台とかってやっぱり地元帰ってきたから、まあ、地元ね、だから広島な、うん、でも広島もねそんなにだから栄光ほど帰らない、1年1回とか2回しか帰らないから、そうだよな。やっぱ一回焼肉屋さんで貸し切りしといてくださいって、うん、おーって言ってくれて、はいはい、弟が、はい、取って、はい、兄貴来るんでちょっと貸し、またなんかわがままなんですけど貸し切りでいいですかって言って、はい、いいよいいよって言われて、はい、行ったらもうその焼肉屋の大将の友達がいっぱい店にいたからね。来るらしいぜってわかるよ、違う、約束しなんじゃねえかよ。なんだよこれみたいな。いやいや、客じゃないんで、客じゃないんでみたいな。いや客でしょ、なんすかこれみたいな。めっちゃめっちゃもう来た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 、いや貸し切りじゃないのみたいな。いやいや、あの客じゃないんでみたいな、知り合いなんでみたいな。来た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 、これみたいな。なかなかそれじゃここまで開けないですもんね。ダメさすがに、ね、それだけこっちがまだダメだね。まだね、そうですもんね。なかなか約束違うからね、本当に、うん、本当によく行ってやっぱその店でしっかりお金落として、はい、誰か知り合いも連れてきて、はい、あ絶対あの店いいからみんなあそこの店使った方がいいよってね、ずっとこうやって輪を広げていって、はい、それぐらいし貢献しないとダメよね、その店ね。それもありますもんね。あ確かに。俺みたいに1年1回たまたまダメだねそれじゃね。どっかないかな。でもまあ、ね、昔で言うとね、龍さん言ったからノブシとかね。ノブシがそうでしたね。ノブシはそうだよね。もう12時閉店なのに1時ぐらいにね、そうそうやってるよねみたいな、龍さん言ってママさんと大将がもうお疲れで、ね、もうさ全部洗って一杯だけ飲んでるところ入っていって、ね、まだやってんだみたいなね。いやいや龍ちゃん、もう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 やってるんだけど、やってんだみたいな、で4時までみたいな。そうですね。一生開けて。あれはあれでまたどうなのかなと思うけどね。でもまあ本当になんかよくしてくれてましたからね。はい、いやそれそういう意味では栄光が行った店いいなと思って、うん、ちょっとまた広島の地元帰った時はなんかそういう店探してこようかなと思ってますよね、うんうん、はい、一旦ブレイクさせてください。スネイナイトドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Slay Night Dreamer. さあ続いては12月までの期間限定企画ということは今日で最終回となりますかね、はいはい、今日まででございます。ありがとうございました、はい、紅白珍合戦、うん、第74回 NHK 紅白歌合戦の司会を務めることになりました私有吉弘行が本番までこちらで練習させていただいております。いろいろと、はい、だいぶ ここでこのコーナーでだいぶなんていうかな練習できてるなって感じはしてます。そうなんですか、はい、そんな風に聞こえないですけど、はい、いいリハーサルになってるなって感じです。なるほど。ラジオネーム三平、はい、FM 長野、うん、ミーシャ。ところで有吉さん、ラジオで私のことを大布さんって呼んでましたよね。どういう意味なんですか。唐突な質問にたじろぎ笑ってごまかす有吉だったが、ミーシャは追撃の手を緩めない。私が頭に大きな布を巻いてるからですか。これ大布じゃなくてターバンなんですよ。ターバン巻いてる人はみんな大布さんになるんですか。責められてイラッとした有吉はミーシャの巨大な頭を見ながら、なんかヤドカリみたいですねと反撃し、取っ組み合いの乱闘に発展。加減を知らない有吉がミーシャに鮮やかな大外刈りを決めたところで画面は真っ暗になり、予定より1時間ほど早く行く年来る年が始まります。良いお年を。行く年が長すぎるだろ。パチボコ
ちぼこ布巻いてるじゃないですか。で急に二三四の恋やが。何巻いてんすかね。布か布だけ。ミーシャさん何巻いてんすかね頭ね。ダメ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 ってやるなよ。ダメだって布かが布か来てくんねんか。来てくる。でっかいの巻いてますね。なんでですかね。ラジオね、テンションにダメなんてやつだけど、チャンコーって FM 栃木、うん、高瀬光三アナウンサー。さあここで特別企画、我らが第74回紅白歌合戦司会有吉弘行の出征から現在までをまとめた特別映像です。有吉弘行というタイトルとともに、有吉少年がお笑い芸人を目指し紅白司会者に抜擢されるまでの出来事が再現 VTR として流れる。配役は有吉の母役和久井恵美、父親役に渡辺一慶、少年期から青年期の有吉相葉雅紀、現在の有吉を椎名桔平、オール巨人役ジョージ・クルーニー、上島竜兵役アルパチーノ、松村邦弘役トム・ハンクス、役作りで20キロの増量に挑戦、デンジャラス安田役マッド・デイモン、役作りで1ヶ月間川沿いに住み安田と同じ食生活を送る。そんな食生活後日マッド・デイモンは、安田はとてもクレイジーだね、彼と同じ生活を送ってみて分かったが、彼は常にほうれん草のことしか考えていない、そんなことね、僕のキャリアの汚点の一つだよ、と怒りをにじませながら語っている。豪華な役者陣で彩られた映像に感涙を禁じ得ない有吉、その様子を橋本と浜辺がキャッキャと面白がってスマートフォンのカメラを向けたところ、先ほどまでは涙を流していたはずの有吉が一瞬で真顔に戻り、おいガキども集中しろ仕事だぞ、ふわとかみちょぱじゃないんだから集中しろ仕事だぞ、あいつらじゃないんだから、緊張感を取り戻して紅白歌合戦ここから一気に怒涛のクライマックスへと、はい、ラジオネームすやこ。NHK 紅白歌合戦を2週間後に控え、メディアの記者会見が行われた。その中でもミステリアスな私生活を送る有吉に外国人記者から質問が飛んだ。有吉さんの犬の名前は何ですか。ああデカチンって言うんですけど、外国の方には発音が難しいと思うのでビッグピーナス、ビッグピーナスと紹介します。犬の名前は一瞬で世界に広まり、デカチンがトレンド入りした。後ろよ、ラジオにパンチドランカーサイト FM 仙台、橋本環奈。ここで有吉さんに応援ゲストが駆けつけています。応援ゲストはこの方々です。有吉さん応援に来ましたよと言いながら入ってきたのは、磯山さやか、手島優、熊田陽子、松川純、小林恵美、安津さゆり、尾崎奈々の有吉軍団の7名。ふざけんなよ。一同は、はい、前日夜鍋して作った「ラブ有吉」と書かれたデコったうちわを振りながら意気揚々と登場。会場は失笑で変な空気の中、有吉だけは一同の登場で紅白司会という大役を任された緊張と重圧から一気に解き放たれ、自然と笑みがこぼれ落ちる。応援ソングとして歌ったカラオケレベルの白い雲のようにを聞いて、有吉は嬉しさのあまり大号泣、しきりにありがとう、本当にありがとうとつぶやきながら手拍子している。有吉の顔の顔面のアップがくしくも今年の紅白最高視聴率を叩き出し、翌日スポーツ新聞の見出しは有吉
紅白で男泣きになった。なんだよこの4人。ロンハーのロンハーじゃねえかよ。磯山さやか、手島優、熊田陽子、夏川純、小林恵美、安住さゆり、尾崎など10年前のロンハーだろ。あげよう、はい、パン。ラジオネーム古川、有吉、それでは楽屋前のいじり岡田さん。いるんだよ。乃木坂46様と書かれた楽屋の前で舌をペロペロさせるいじり。会場の乃木坂たちから大きな悲鳴。有吉さん早速入ってみます。ドアを開けると薄暗い部屋からパンパンという不気味な音が。電気をつけると乃木坂46人分の荷物をまとめて縛り、天井からぶら下げてサンドバッグに見立てて殴り続けるさだまさしの姿。さだはイジリーには目もくれず全裸で殴り続け、その一物は8切れんばかりの臨戦態勢をとっている。イジリーがそっとドアを閉め、有吉さんそちらにお返しします。と言うと有吉は、そういえばカンナちゃんは最近スイカゲームにハマってるんだってと起点の効いたパスで紅白最大のピンチ切り抜け。叫んだ。メトークじゃねえか。あげます。パン。ラジオネーム全さすらい、ゆふみえ、25年ぶりに出場するブラピの南原さんが初司会でヒルナンデスの盟友であった有吉さんにエールを送るため、応援団長の姿で有吉緊張するな、楽しんでいけと言おうとしたところ、緊張でカミカミになってしまい、有吉チンコ隠すな、フルチンでいけ、どんな髪型なんだよと聞こえてしまうアクシデントがあった時、とっさにさだまさしさんが償いを歌い始め丸く収めた場面がありましたが、あれアドリブですか。いかんしょ、南原さんそんな噛まないだろ。あーよし、父子隠すな、フルチンでいけ、なんて言おうとしたの、なんて言おうとした。ラジオネームサイレント失格、 FM 長野、総合司会の有吉を応援するため同世代の芸人仲間たちが NHK ホールに集結。その中には胸にデカデカとブッカ44のロゴが書かれた服を着た TKO 木下の姿が。おい思いっきり商品名映ってるじゃないか、早く隠せ。フロアディレクターの指示を受けて駆けつけた AD 数名が防犯用のカラーボールを木下に向け一斉掃射。ブッカ44のロゴが塗料で見えなくなったのを確認した浜辺美波が、さあ有吉さん、こんなに大勢の芸人さんが駆けつけてくださいました、これは心強いですねと話を振るも、全身蛍光塗料まみれになった木下を見て笑いが止まらない有吉。なあ俺今年51やで。木下の悲痛な叫びが大晦日の夜に響いた。ラジオネームさまよう風犬む、 FM 宮崎、橋本環奈、はい、赤組の青山テルマさん、そばにいるね2023、ありがとうございました。さあお次は白組です、有吉さん紹介お願いします。にやりとする有吉。さあ白組を張り切ってまいりましょう、ミセス不倫カップルの登場です。いやー今年も世間を騒がすゲス芸能人がたくさんいましたね。例えばうるせえ有吉 NHK だぞ一括する浜辺、浜辺みなみに一括され、グランドフィナーレまでずっと下を向いたままの有吉だった。なんでそんな怒られなきゃいけないんだ。ボケてボケて。ラジオネーム赤い月、 FM 栃木、橋本環奈、続いては白組ですが有吉さんがいませんね。そこへ防護服を着用した有吉が登場。この時が来ました、地球滅亡です、私は絶対死にたくない、生きる。
大丈夫ですか？はい、じゃあ私から紹介します。続いては世界の終わりです。ひー、やだ、世界終わらないで、やだよ、怖い怖い。いや、ただのグループ名ですよ。嘘だ、あのピエロが世界を滅ぼす。クソ、こうなったら俺が世界を救う。有吉は背中から巨大な大釜を取り出しピエロに切りかかる。その瞬間番組は終了。午後7時15分から長めの行く年来る年と。またか、長すぎるんだよ。以上です。 Stay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、有吉ゆきサンデーナイトドリーマー、はい、今日のメールテーマは飛行機の話。はい、ラジオでさつまいも、うん、FM 佐賀。大学生の時バイト代をはたいて初めての海外旅行でイタリアに行きました。何も分からず添乗員さんに言われるがままイタリア国内で小さい飛行機に乗り換えをしました。椅子も背もたれが腰のあたりぐらいまでしかなく、うん、バスの補助席のような簡単な椅子で、人数も20名ぐらいしか乗れないもの。信じられないぐらい揺れて、ああこれ死ぬやつかもしれないと思いましたが、無事目的地到着。初めての海外旅行でいきなり洗礼を受けました。後にも先にもあんなに軽装備の飛行機ありませんでした。セスナみたいなやつだね、うんうんうん、海外旅行の乗り換えがあるやつで、俺自分の意思で乗り換えたことないね。自分でこう、ああこれがあれだからな、これはここの F の3に乗って行くんだな、うん、乗り換えって自分でちゃんと判断して乗り換えたことないね、うんうん、なんとなくみんなについていくだけっていうだから高速道路自転車で入ってくるようなやつって俺みたいなやつだった。分かんなくて、分かんなくて、分かんなくて、なんとなく入っちゃったら入っちゃうやつ。あれこれ高速道路分かんなくてなのかな、あれイタリア行くはずだったんだ違いすぎだろっていうラジオネーム、はい、眠り猫 FM 栃木。本日茨城県にある、茨城県だね、茨城県、はい、茨城県にある航空自衛隊の百里基地で航空祭、航空祭りがあり、友達と言ってきました。 F2 という戦闘機が飛行していたので一生懸命動画を撮っていたんですが、帰りながら見返していたら前にいるおじさんの頭しか映ってなかった。またリベンジしていきます。なんで確認しないかね、バカだめっちゃバカすぎない？そういうエピソード4コマ漫画じゃないんだから。そういうエピソードを送ってきたんじゃないですか。4コマ漫画じゃないんだから、ね、まさかバカだなと言われるとは思ってなかったと思いますけどなんか俺も小学校ぐらいの時、はい、なんか広島にあるんですよ、その自衛隊の師団司令部っていうのかな、うん、なんかその大きな基地が、はい、あそこやっぱりその辺に住んでる人たちのためになんか何回かね開けて、はい、お祭りとかやって、はい、でっかい船、はい、なんか海洋丸だったかな、日本丸だったっけな、なんか船見せられて、うん、航空ショーみたいなの見たけどね、うん、なんとも思わなかったね興味がだからだろうね、興味がなければね、だから今こうしてんだろうねあれでめっちゃかっこいいなとか、はい、すごいなと思ったら、うん、そっち行ってるかもね、自衛隊入ったりとか、ね、防衛大学行きたいとかなったかも ね、 ですかね。そういう人多いだろうね。でもね、でもちっちゃい頃とかはなんかみんなそういうの好きだったりとか、宇宙戦艦ヤマトみたいなとかね、あのうちの子とかも好きですよ。だから朝霧基地とか、あれってさ、行きましたよ。なんか結局さ、うん、そうしてなくてもさ、うん、女の子ってこう人形好きだったりさ、はいはいはい、まあそれはいろん今の性別はいろんな子いるだろうけどさ、はいはい、基本的にはさ、はい、男の子ってああいう宇宙船とかさ、はい、船とか、はい、あロボットとかね、うん、あれ行くね、はい、あれやっぱ本能的なもんなのかね。なんですかね。そうですね、確かに女の子は人形教えてないでしょ。だってそのほらロボットロボットって与えてるわけじゃないでしょ。だからそれ与えてもそれに興味がなければ全然行かないですもん。うちの犬とかと一緒だもんね。俺うちの犬もやっぱりそうだもんね。なんかその
やっぱ気に入るかなと思ったもん、全然気に入らなくて、やっぱなんかねスイカのぬいぐるみみたいなのばっかりかじってたりする、や一緒だね、だから安田さんちょっと、ま、それどういう、与えても与えてもいいだろうと思っても全然気に入らないよね、言い方がね難しいけどね、こっちの返し方もね今の時代だとということで、ミサモでブーケット、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあ、東京半蔵も JFN スタジオから有吉弘行とデンジャラス安田がお送りしております。寺尾明さんのリハーサル風景見れんのかな。あ、でも時間があって見せてくれて、感動だな俺。いやそうじゃないですか、でも今の若い人たちは分かんないだろうけど、うん、俺なんてギリやっぱり寺尾明さんのルビーの指輪すげえっていう世代だからね、うん、俺ちょっと正面漏らすんじゃないかなマジで、くーも聞いただけで、ああ、まあ、くーも早いですけどね、漏らすの出るの出るの早い感じします、まだ分かんない、でもここね、うん、橋幸さんの可能性あるよ、え曇り、聞きしかんるく、ごご、ごごに変わる場合ある。変わるのそんな。絶対突っ込む。いや、橋幸さんだろいや、それはね。くんろくご、橋だろいやなんだよ、クイズやってんの今なんだの雲って言って俺しょんべん漏らすんじゃないかマジで感動で、まあ、まあちょっとね、まあ早サービスとしてやっぱ感動はするんじゃないですか俺イントロクイズだいぶ早く答える、トゥットルビの病はそれ今自分で歌い出したからだと思うけどねでも俺らの世代だって分かるよね、いやまあ分かります分かります、トゥットル、そうしたらもう分かります、トゥッやっていいよ、トゥッテル、はい、ルビーの指輪、ブー、メキシカンロックです、全然違いますよ、そんなイントロじゃないでしょ、だってテルビーの指輪ピンポーン、同じじゃないだって、テルビーの指輪、ブー、メキシカンロックです、おかしいんだよな、続いてはハラス、ハラス行くのかよ、はい、世の中が対応していく中でハラスメントの定義がすごく複雑です、ハラスメントのことについて考えていきましょう、はい、ラジオネームレタスサンド FM 栃木、弟が中学の同窓会で年一回実家に帰ってきます、人生で一度も同窓会に誘われたことのない実家暮らしの僕に対するブラザーハラスメント認定お願いします、これはもうどうでもいいですねもう本当に、ただ単にニートをバカにしているっていうそれだけのことで、別にブラザーハラスメントとかそういうことじゃないですね、ニートだからバカにされてるっていうそれだけの話ですねラジオネーム毎朝牛乳 FM 秋田、職場で僕のことをめちゃくちゃ嫌ってる社員がいます、僕の方から歩み寄ろうとしているのですが、近づけば近づくほど相手は離れていってしまいます、有吉弁護士、僕が相手の方に行っている行為は高木踏み屋ハラスメントなのでしょうかこのニュースさよく知らないんだよ俺ら、その高木踏み屋ハラスメントがどっちがどっちで、鶴久さんがどうで、直行さんはどうだったっけと、俺たちには分からないよね。いやね、そうですもんね、うん。どの勢力とどの勢力が喧嘩してんだっけっていうのが全然分かんないし、今どうなってんのっていう、全く分かんない、ね。今はね、どうなんでしょう。これに関してはね、はっきり言えます。うん、興味がありません。ラジオネーム三平、はい、FM 長野。時代とともにハラスメントも多様化し、自分では判断できないような事象が増えてきましたね。先日川で90センチほどの鯉を釣った際、プロカメラマンを名乗る人物に写真を撮られ、現像できたら家に送ってあげるよとのことだったので住所を教えたところ、2ヶ月後大きな封筒が届きました。中身はマニアックな巨鯉の専門雑誌だったんですが、その表紙に巨大な鯉を抱きかかえて不気味に微笑む私の写真が使われており極太のゴシック体で
どんな問題90オーバーという恥ずかしい文言が印字されていました。雑誌に載った嬉しさを1とすると、無断掲載された怒りが8、見たことも聞いたこともない巨語彙専門誌の表紙を飾ってしまった恥ずかしさが2万ぐらいです。先生、これは最新型の無差別リベンジポルノだしょうかということで、ね、恥ずかしいだろうな。いや、このまだ未だに思い出すけどね、たまに、うん、あの釣り堀で船釣ったりするじゃない、はいはい、あれでね、あの吉村とデヴィ夫人と釣り堀行って、うん、釣ってたんですよ、はいはいはい、鯉とか船を、うん、あそこに小学生の子供もいて、うん、子供も釣ってて、子供が船釣り上げたら、うん、デヴィ夫人が、うん、狂ったかのように、かわいそう、話しなさい、早く早く話せ、話してあげなさい、早く子供の手パシッ、早く早く話しなさい。どうしたの、親だったのかな、あの船。いや、じゃないけど、あの船親だったんじゃないか、デビさんと思うぐらい、かわいそう、もうやめようやめようっつって、ようもう俺ら釣るのやめようっつって、もう終わったんだけど、ラジオネーム、さまよう風犬む、はい、FM 宮崎。自分は借金まみれなのでクレジットカードを持っていません。クレジットカードがないとスマホゲームの課金も推しへの投げ銭もできません。昨日母にクレジットカードを貸してくれと頼みましたが、40年我慢したけどもう我慢の限界、あんたを信用できるわけがないの一言です。これって児童虐待ですよね。なきゃねえだろ。親に長い間迷惑かけてるね。親って嬉しいのかな、こういう子でも。ああ、でもそういう人もね、聞きますよね。いつまでもね、甘えてくれてみたいな。クロちゃんとかもね、いまだに仕送り送ってくれるっていうじゃない、そうそうそう、お父さん、お母さん。そうそう、ジモンさんとかもそうらしいですよね。ジモンさんもそうだよね。そうですもんね。還暦の息子にまだいまだに、うん、仕送りだって言いますよね。可愛いんだろうね。うん。不思議なことだ。そういうのしないでしょ、だって。俺もしないもん、犬に。いやだからそれ返し難しいんだよ。一緒に住んだよなんだけど。いや犬だってね。そうでしょ、家族だからね。そうそうそう、うん。ラジオネーム玉津、うん、FM 群馬、うん、とある本に書いてあった、ミスは重大な欠点に気づくチャンスである、ゆえにミスをするということはチャンスメイクをすることなのだという文章を胸に働いている40代のフリーター、いえフューチャーメーカーです。私は現在ピザ屋にてバイト、あ、いえあのフューチャーメイクをしており、そこで毎日サンクスをお客様に売っています。あ、サンクスというのは、うん、とある本によると、商品とは顧客に対する感謝の気持ちであり、いわばサンクスであるらしいので、商品もといピザのことです。しかしそこの上司、家ライバルに毎日のように叱責を受けているのです。確かに私はサンクスをつまみ食いしたり、辛いピザ、いあいえ辛いサンクスを、辛いサンクスにタバスコ入れ忘れて普通のサンクスにしてしまったり、ピザって言えよ、廃棄予定のサンクスの耳を無断で持ち帰ったり、サンクスの出前中に家に帰ってしこったり、なんでだよ。とにかくチャンスメイクが多いのですが、その度にライバルは私のお尻、いえアヌスを蹴り上げてくるのです。これってパワーハラスメント、あ、いえハラスメントオブパワーです。その通り。その通りなんだ。エンジェルアゲーです、はい、以上です。
Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer。さあ続いては安田がいる時限定のコーナー、ね、女子でございます、はいはい、女子もまあ終わりかな。そうですね、今年で、はい、今年は終わりかもしれませんね、はい、女性のことを何にもわからない安田に、安田さんね、わかりますけど、ね、女子のことを教えてます、はい、皆さんありがとう。ラジオネームロンより証拠坂46。証拠の大ライスだろ。体型維持のため小ライスにしています。知らないけどいい心がけだと思います。F 長野、はい、私たちドルオタ全員ぶちのめす、ロンより証拠坂46です。乃木坂の公式お兄ちゃんはバナナマン、桜坂公式お兄ちゃんは土田さん、澤部さん、日向坂の公式お兄ちゃんはオードリー、うん、そして私たちの公式お兄ちゃんは安田かい。別に僕は依頼されてないですから。誰だこんな時代遅れの泥人形キャスティングしたやつは。泥人形じゃないです、キャスティングされた覚えもないんですよ。いつまで立ってもボキャブラ天国の栄光を引きずる脳みそが腐り切ったオワコン野郎じゃねえか。引きずってないですし、口を開ければほうれん草を眼球にぶち込みたい、段ボールにソースぶっかけてアナルに入れたい、ネズミはやっぱり生がいいしか言わない、あなたが言ってるだけなんです。永久不景気芸人だろうが。お宅が言ってるだけだから。こんなやつキャスティングするぐらいならカメムシの方がマシだ。じゃあカメムシにお任せしますよ。握手会でてめえの腕切り落としてカラスに食わせたのかい。辛すぎるんだよコメントが。有吉さん公式お兄ちゃん待ってるよ。ありがとう。コメントがひどすぎるんだよな。ラジオネーム新しい三平のニップレス。三平だろ。FM 長野。三平だろ。お世話様。なんだよそれ。安田和弘の同級生絹代です。そんな古い名前の人いないよ。つや年末に同窓会やるから安田に招待状送ったのね。あ、そうですか。そしたら安田から気持ち悪い手紙が届いたから。あ、ツッコミ入れながら読みます。私を送った覚えないです。キルヨさん、お招待ありがとう。お招待じゃなくてご招待だろうがバカ。私送ってんですけど。僕はお腹減ってますが元気です。自分で聞いてねえよ。土でも食ってろ。自作自演ですからそれ。同窓会というのは何の会ですか。同窓会ですか。頭悪っ。同窓会の説明なんかしたかねえよ。知ってますから同窓会ぐらい。僕も同窓ですか。いいよもう食んなよこいつ。じゃあ質問 してない。会費5000円って僕がもらえるお金ですか。そんなわけないでしょ。なんでだよ。ギャラじゃねえかよバカ。ギャラじゃないですよ。だからお肉の料理は久々なので楽しみです。そんなことないです。金払えアホ。豚の肉より牛の方が美味しいですよね。うるせえ、知ったかぶるな、クソでも食ってろ。そうなんか食わないよ。僕は芸人なのでサイン頼まれるかな。頼まれるわけねえだろ。タメ口やめろや。自作自演だから。サインを書くためのマジックペン持ってきてね。タメ口やめろ。ぶち殺すぞ。タメ口のことじゃねえんだ今。じゃあまた明日ね、チャオ。なんだこいつ、きっしょ。俺書いてねえからさ。有吉さん、私の代わりに安田をぶん殴って汚ねえおでこに出入り禁止の夜勤ぶっ込んでください。いや送ってねえからさ、はい、あげます。もうあげなくていいよそんなの。パン自作自演もいいところ。ラジオネームカンパチンコ。カンパチだろうね。かっこ来年こそ彼女作るぞ。 FM 岡山。じゃあ男なんじゃねえかよ。こんばんは、はい、1年を振り返っていたらアナルの中に金消しを入れていたことを思い出した女子です。家賃今年の漢字って知ってる。今年の漢字は税なんだけど、ね、はい、納税したことない家賃知らないよね。あります今日家賃の漢字、はい、考えてきたから、うん、どれがいいか選んでね。どうせ6なのないだろう。もうまずは瓶ね。いやだから言ったよオープニングがあったよ。これはそんな下りは貧乏で
貧困で貧相な家賃を表現した感じね。どうせそうだろうと思ってたんだよ。次にネズミね。どういう、ね、これはドブネズミを丸飲みにしてる家賃を表現した感じね。してねえんだよ。次に緑ね。なんで緑？これは日本刀で腹をかっさばいたら緑色の内臓が出てきた家賃を表現した感じね。出てこねえんだよ。最後は肉片ね。これはアナルに手榴弾ぶち込んで肉片と化した家賃を表現した感じね。二文字だろそれだったら。家賃どれがいい？え？よくねえどれも。幸せって感じがいい？ああそれがいい。理由は？うん。腹パンパンになる？ほうれん草を食べれて幸せだから。腹パンパン食べねえよ。家賃。来世はね、昆虫になることを祈りながら。くたばってください。なんでくたばる前提なんだよ。ラジオネームチャペッコウサちゃん、 FM 鹿児島。めちゃうさだろう。アナル川保育園のみんなこんばんは。誰に問いかけてるんですか。今日は早速だけどそこに突っ立ってるクソジジイの安田めがけて、安田さん同様雪やコンコの替え歌、いい安田どんどん歌ってあげましょ う、 いいもう。それじゃあみんな行くわよ。いやしかしないわ。せーの、うん、雪やコンコン安田をどんどんぶってもぶってもまた立ち上がる。どんどん犬は噛みつきした噛みちぎり俺はドンキでオーダーする。アナル川保育園のみんな最高風。何が最高なんだよ。ラジオ風低いなちょっとな。ラジオネーム、わては女の中の女ペチャウサコやで。同じやねんかよ。同じやつじゃねえかよ。どうもチンプレーコープレーのミノモンタのナレーションで興奮する激ヤバ野球女子です。激ヤバやする結構ってことで突然だけど安田に野球クイズ。ででん野球クイズズバリ、はい、大谷翔平がエンゼルスから移籍した球団はどこでしょう。回答時間は5秒間。よーいスタート。5、4、3、ブブー。残念安田、答えはドジャースでした。ドジャースって言ったじゃねえか今。ってことで今から移籍した大谷にちなんで安田も太田プロから移籍させたいと思います。いやドジャースって言ったの。次に安田が移籍する社名は聞いてんの。ドゥルル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 どんな会社なんという社名でしょう。安田の願望が詰まりまくった社名でございます。ちなみに10年契約の30円で安田は応じたそうです。しかしこれでは念願の白ご飯は食べるそうにありません。かわいそうです。非常に安田が惨めで残念で、ドブ川も歯も真っ黄色でダミ声で生きてる価値がなく、かわいそうで仕方ありません。悪口言い過ぎだ。もうこうなったら殺虫剤をかけてあの世に行ってもらいましょう。せーの、安田バイバイ。じゃあご飯となんかかかってんじゃねえのかよお前。以上です。以上ですじゃねえよお前。Stay Night Dreamer Live On Air。 さあ有吉力サンデーナイトドリームお別れの時間近づいてまいりました。今日はラジオネームたまずですかね、うん、あのピザのことをサンクスサンクスつまみ食いしてます、はいはい。若槻千夏先生から預かっておりますグッズ差し上げます、はい、おめでとうございます。ラジオネームは虹色パスタ。アリさん、私は飛行機が好きでよく飛行機に乗るんですが、航空会社の上級会員になるため1年間で最高150回乗りました。1日で最高7回、羽田福岡福岡那覇那覇松山松山大阪伊丹大阪伊丹羽田羽田新千歳新千歳羽田というのを乗ったことがありますと。またニューヨークまでファーストクラスに乗るために行って、ニューヨークの空港から一歩も出ずそのまま日本に引き返したこともあります。このような人を飛行機ファンの間では修行僧と言います。そうなんだ、修行僧かな。修行僧って書いてあるけど、だってすごいね。なんか竹山さんもよく言うな、なんかなんとかクラスのあれ何てんだよ。ああそうなの。ダイヤモンドクラスだっけ。ダイヤモンドクラス何てんな。へえ。何てんな。ああ何てんな。なりてえなで切れることないと思う。新幹線かよ。飛行機乗りてえな。いつも言ってる。切れてんの。おかしいな。なると楽なんだろうね。でもね、まあそうなんでしょうけどね。ね、うん、
あとはね、あれだから来週が、大食い、大食いですね、大食い対決になりますので、はいはいはい、またちょっとまだ見ぬね大物がいるのか、ま、ねすごい食いっぷりの連中がいるっていう、はい、風の噂で聞きましたね。だから前回だから去年ですか、今年の頭でしたけど、ルールがとかいう話がねちょっとありましたけどね、分かんないですけどね相当食うことになりそうですね。私も紅白の前なんで、はあはあ、あんまりブクブク太りたくないんですけど、はあはあ、まあでもやるとなったら食いまくるしかないですね。俺の胃袋は宇宙だって言いながら、だからザー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 、いやルールがこれとかっていうのはね、なんか聞いてましたけど、俺もやっぱりルールには不信感ありましたけど、はいはい、まあ吹き飛ばしましたよねそうですか。自分に不利なルールであっても、はあ、やっぱりネジ伏せて勝てばいいのが大食いの魅力ですよ。結局食えばいいんですから。まあ、そうなんですか、ね、ルールがどうこうとか、はい、なんか不利だとか、はい、組み合わせの妙だとかいろいろ言いますけど、はいはい、結局食えばいいんだろう、はい、っていうのでやってきました私は。まあそうなんですけどね、どう改正されてるのかなっていうということでね、はいはい、来週は大食いなんで、はい、ちょっと皆さん、はい、もうネタのハガキはメールは送ってこなくていいんで、ゆっくり大食い見てください聞いていただくと。お相手有吉弘行とエンジェラス安田でした。また来週お会いしましょう。さよなら。